調達してきてくれたんですね。ありがとうございます。
覚えてないならいいか。ここで立ち話じゃなんだから待ってて。昔とあるお金持ちは言いました。 Okay. お金ならばいくらでも手に入る。一部そう、なぜならそんなある時生まれたのが、これは魔法を使うのに必要、この賢者石が生まれてからというもの、人間と魔物互いの契約には忠実な魔物たち、賢者石を支払う魔物たちは人間と契約を交わる。賢者石を作ったのは誰かですって。そんなの決まる。こうしてこの魔法の源は人間と魔物を結び合わせたのでした。しかし手を取り合った方が互い何がいけないのか、誰かがそれを望んでいるのか。そんなわけで君にお礼しちゃうね。ここにある賢者石ぜーんぶ持ってって。気にしない気にしない、これは全部神様からあなたへのプレゼントなんだから。私はね、冒険者さんに加護を与える女神だよ。違った、私魔物ちゃんだった。何勝手に持ち出そうとしてる？それは賢者石か。そいつは俺がこの場所に保存してたもんだ。置いてけ。ここは俺たちの賢者石の保管庫だ。貴様ら泥棒だろ。どうすりゃいいのかなんて答えはか。あなたは警備員じゃないでしょ。これは神様からのプレゼントなの。何でも神の名前を持ち出しゃいいと思ってんのか。どうしても持ってくってんなら俺とやれ。俺を倒して。
ちゃダメだよ。さあ行って行って。え、いいの？いいんだよ。この宝物の部屋は一生に一度だけ入ることが許されてるの。私いい子でしょ。お友達の作り方も教えたし。だからいいねボタンを押して私のこと褒めて。さっきと同じようにターゲットを。今度は。同じようにターゲットを選んで、今度はいいねを選んでね。私も君にいいねしてあげるよ。このいいねがたくさん溜まるととってもいいことがある。決まってない？決まってない？そうなんだよ。誰が決めるかは私かもしれないし、君かもしれない。それどういうこと？いつもご寄付をありがとう、ルーチェさん。おや、立派だなんて。儲けもぼちぼちで。あ、いや、寄付をするのが辛いということではありません。豚は骨ごとじっくり煮込んで出汁を取るんだ。
装備は色を変えることが可能なのだ。染色薬は染められる色ごとに種類がある。具体的には、赤染色薬、青染色薬の4種類だ。染色用の薬はそれぞれ必要な材料が異なる。赤なら茜の実、青なら藍、緑あとはすりつぶした石灰石と石炭が必要だが、こっちは村の近くに落ちているだろう。今回は藍を集めてきたら青染色薬の合成レシピを教えてやる。剣者よ、よく来たな。これから you
tired, man. Thank you.
Okay. Alright, almost finished with the sub quest. But to be honest, I thought that changing jobs would let you keep your level, but no, it's not so. You have to, it's like you're making a new character when you change jobs. And I was upset because I started back at level one. Wait, what? Oh, I probably started unconsciously. Yes, I started back at level one. Oh, yeah. What? I didn't do anything and it's cleared. Oh my gosh. Is the sub quest finished now? Man. But then I see level 8. This character level 8. My gosh. Ugh. That's how it goes, man. Starting from partner. Fine. To run. Oh wait, where's my partner? Wait. Oh.
Because she's not here, the auto run button disappeared. Oh boy. Say what? You're the one who left? No, I mean, oh gosh.